ジュゼップ・プッチ・イ・カダファルクは、スペイン・バルセロナ県、マタロー出身の建築家、建築学者、政治家。19世紀末から20世紀初頭のカタルーニャ地方で、花開いたムダルニズマを代表する建築家の一人である。バルセロナにある多くの建物を設計した。1階にカフェ、4匹の猫が入居していたカーサ・マルティの設計者であり、4匹の猫は、 画家のサンティアゴル・シニョール、ラモン・カザス、パブロ・ピカソなどの交友の場となった。ムデハル様式を中心としながらも、アステカ様式、ロマネスク様式、ゴシック様式、ロココ様式など多様な様式を土台として、建物を設計した。当時のバルセロナでは、ムデハル様式のファサードが主流だったが、北欧の建築スタイルも取り込んだ。独自性の点ではやや評価が低い。 ゴシックリバイバル建築の延長線上に位置づけられており、内部空間の構成や居住性の高さを特徴としている。イギリスのアーツクラフツ運動に近い立場にあり、ドイツのダルムシュタット芸術家村の住宅群の住居デザインの流れを組んでいる。ムダルニズマの他の建築家と比較すると、リュース・ドゥメナクイム・ムンタネーよりも18歳年下であり、 アントニーガウリよりも16歳年下である。ブルジョア家庭に生まれて建築界のエリートコースをたどった点がドゥメナクイムンタネーと類似しており、実際にドゥメナクイムンタネーとは良好な関係を築いた。ドゥメナクイムンタネー編さんの美術自然集では、プッチー・カダファルクが第1巻と第2巻を担当している。プッチー・カダファルクの作品は、視覚的に ドゥメナクイムンタネーの作品と類似しており、プッチーカ・ダファルクはドゥメナクイムンタネーの追随者とされた。青年時代初期の作品であるカーサ・マルティとカフェ4匹の猫1867年10月17日、バルセロナ郊外のバルセロナ県マタローに生まれた。父親は繊維工場を経営するジュアン・プッチ・ブルゲラであり、ブルジョアの家庭に育った。 1883年から1888年にはバルセロナ大学で学んで物理学と数学の修士号を取得し、1888年から1889年にはマドリード大学で学んで科学の博士号を取得。その後バルセロナ建築学校で建築学を学び、1891年に建築家の資格を得た。1892年にはバルセロナで 応用美術の博覧会が開催されると、マヌエルミライフンタナるスラともに若いプッチーカダファルクも講師の一人となっている。当初は地元のマタローで数々の建物を手掛け、1890年代後半にバルセロナに進出した。ムダルニズマの初期カーサマルティはゴシック様式の変形であり、1896年に建物が完成、1897年に 4匹の猫が回転した。4匹の猫の回転には、ミケル・ウトリーリョ、サンティアゴル・シニョール、ラモン・カザス、ペラル・メウの4人が関わり、いずれもカフェ、ルシャ・ノワールがあるパリモン・マルトルに在住した経験があった。バルセロナのグラシア大通りには、不協和音と呼ばれる一角があり、プッチ・ガダ・ファルク、ガウディ、ドゥメナ・クイ・ムンタネーが設計した3軒の建物が接近している。 1898年から1900年にはまず、プッチー・カダファルクが設計したアマトリエ邸が建設され、数年後にはガウディが受け負ったバトリ,ョがアマトリエ邸の隣で改築された。数の木先には、ドゥメナクイムンタネーが手掛けたリエオモレラ邸があり、今日のリエオモレラ邸の1階には、比較製品ブランドのロエベが入居している。 ムダルニズマ建築には建築用装飾を専門とする彫刻家が数多く関わっており、アマトリエ邸には名声を博していた彫刻家、アルフォンス・ジュヨールが携わっている。ムダルニズマの全盛期工場建築の代表作である、カザラモーナ工場1900年に、ドゥメナクイ・ムンタネーがバルセロナ建築学校の学長に就任すると、プッチー・カダファルクは建築学校の教授に迎えられた。 1900年頃のバルセロナでは建築が芸術の範疇にくくられるようになり、建築家は一種の芸術家という意識を持つようになった。この頃にプッチ・イカダ・ファルクは以下のように述べている。成長かつ、荘厳、不易な芸術であり、その中に人が入っても崇高なる厳粛さが損なわれないのは、あたかも作品が人間によってではなく思考の存在によって生み出された。 ものであることを明かすかのようだ。プッチガダファルク、ウリオール・ヴィガス、モデルニスモ P2741902 年には、イスパニア市に論文を発表し、1880年代のカタルーニャ建築における3つの潮流について論じた。 パリで開催されたガウディ作品の展覧会などを通じて、ムダルニズマ建築が国外でも高評価を受けるようになり、1904年には、プッチー・カダファルクの全作品を集めた写真集がフランス語による解説付きで出版されている。1904年頃には、ムンターダステやトゥリンシェトテで、バロック建築にカタルーニャ建築のアクセントを加えた、大衆的バロックを試みている。 1905年に完成したアルジャントーナの時典はガウディのグエーテーと共に空間構成の流動性に特徴があるとされ、隣り合う空間総合を視覚的に対角線方向に結びつけている。バルセローナで最も多くのムバルニズマ建築が建てられた期間はおそらく1900年代の10年間であり、1910年頃にはもう一つのピークを迎えた。1911年に バルセロナに完成したカザラモーナ工場は、ルイス・ムンクニー・パレラーダのアイマディク・ヤマート工場、ラファエル・マゾーの低指導製粉所とともに、ムダルニズ・マの三大工場建築に数えられている。1899年には、バルセロナ市が優れた建築物を表彰する建築賞を制定しており、プッチ・カダファルクは、カザ・モラーナ工場で初めてこの建築賞を受賞した。 後年第一次世界大戦が終結した1918年に68歳だったドゥメナクイムンタネーは建築学校学長職や考古学研究に専念するようになっており、66歳のガウディは世間から孤立してサグラダ・ファミリアの仕事に没頭していた。大戦終結時に49歳だったプッチー・カダ・ファルクは数年前からバロック主義建築を施行しており、 カタルーニャ広場近くのピック一本テなどを設計した。建築家や建築学者以外に政治家としても活躍しており、1902年から1905年にはバルセロナ市議会議員を、1907年から1910年にはバルセロナのコルテス議員を、1913年から1923年にはバルセロナ県議会議員を務めている。 1914年にカタルーニャ4県の統合を目指す、カタルーニャ連合体が発足し、スペイン中央政府にも承認された。アンリク・プラット・ダ・ラリバが、初代議長を務め、インスティテュー・ダ・ストゥディス・カタランスの設立、道路、月水道、鉄道、福祉、衛生など様々なインフラの整備などを行っている。プラット・ダ・ラリバが死去した1917年には、プッチ・カ・ダ・ファルクが、 議長の座を引き継ぎ、1924年までに、それなりの働きを見せた。同時代の建築家には、プッチー・カダファルク同様に正解で活躍する人物が多く、ドゥメナクイ・ムンタネーは、カタルーニャ連盟の設立者であったし、アントニ・マリアガリサーは、カタルーニャ主義連合の当主だった。建物の設計と、並行して、中世建築の研究にも励み、 カタルーニャのロマネスク建築などを表した。1924年と1925年にはアメリカ合衆国のハーバード大学でロマネスク建築に関する講演を行い、ハーバード大学からは名誉博士号を授与されている。学術活動を通じてヨーロッパ中の大学と密接な関係を有しており、ハーバード大学の他にはバルセロナ大学、 フランスのソルボンヌ大学とトゥールーズ大学、ドイツのフライブルク大学から名誉博士号を授与されている。後年には建築家、文化人、政治家など様々な職種の人物と交友し、教育委員会の活動などに参画したこともある。1942年から死去する1956年まで、カタルーニャ語の研究機関であるインスティテューダストリーズ、カタランスの所長を務めた。 その他には4つのアカデミーで会員となり、5つのアカデミーで名誉会員となり、9つのアカデミーで在外会員となっている。ありがとうございます。